あ、そう、抜き差しがね、アニメになるってびっくりしました、僕。あれ、なんなんすか。どこをやるの、あれの。抜き差しのどこをやれっていうの。1話目から無理だろ、あんなの。そう、アニメ、違うアニメにするのかな。じゃあもううちの小3男子見ていいかな。いいんじゃない、もう抜き差しなら、うん、いい性教育ですよ、あれは。ネットフリックスでも無理じゃない、うん、DMM のね、アダルトの方限定じゃないですか。それはもう普通に、普通だもんな、そんなの。いや、放送できないですよ、あんなの。僕がプレゼンするのすら放送できなかったんだから。大カット食らってんすから。媒体は分かんないですね。エロくないアニメになる、いや、エロくないアニメになったらもう抜き差しじゃないですよね。謎の光だらけ、いや、光でも無理じゃないかな。だって背景全部それの時あるよ、もう。教室なんてずっとそうだからね、廊下とか。Pだとしたら、もう最初から最後までPなんですよ、3行あるセリフ。んか、んくっとかになると思いますよ。Pか、んー、Pくっていうやつになっちゃうよ、全部。いや、エロ控えめになっても無理。絶対無理。控えめじゃ無理だよ、多分。うん。いや、一周回ってギャグすぎて全部 OK 説ある。いや、ギャグ？でも、映ってるし、しちゃってるしな。うん。ペイチャンネルですよ、うん、もう個室ビデオ限定でしょ、あの。いや、めっちゃ難しいだろうな。もう設定からもうやばいし、言葉の全部がやばい時あるし、セリフが、うん。いや、あのね、なんだろう、エロゲーなんですけど、抜き差しってかん、なんだろうな、クオリティが良すぎて見やすいんですよね。なんかね、クオリティで言うと地上波なんですよね、なんか。でもやってることはもう絶対ダメっていう。ストーリーも面白いし、どうすんだろうな。絵も綺麗だし、なんかでもね、見やすいんだよな。なんて言っていいんだろう。うん。まあ興味ある人はね、まあ、ゲームでやってみてほしいけど、まあ良ければ単行本とか出てるから。そう、単行本、漫画があります。はい。PC ゲームです。そう、なんだろう。なんかすごい盛り上がり方からすると、さぞかし、まあ、なんかふざけたエロゲーだなって設定から見て思うかもしれないけど、すごいね、ストーリーはいいし、あと、エロい、言っちゃ悪いけど、しっかり、うん、申し訳ない、これもエロい、普通に、うん、僕、帯書きましたよ。漫画も余裕でエロい。でもね、キャラがいいんすよ。キャラがね、すっごい、俺エロゲーであんなにね、まあまあ、 そんなことないか。エロゲー名作ってストーリーがめっちゃいいとかなんですよね。なんか俺キャラがすごい好きになったんだよ。そう、僕親方推しですね。まあちょっと見てほしいですね。見てほしいはないわ別に。見てほしい、なんで俺がエロゲーを勧めなきゃいけないんだっていう。
いやストーリーめっちゃ面白いですよ、うん、そのエロゲーは結構名作のストーリー多いんですけども、いや千春さんね、もちろんエロいのはすごいいいですよ。でもそしたら他のエロ漫画もいっちゃいそうじゃないですか。でもなんかもう俺は結構なエロ漫画読んできてるけど、エロゲーもやってきてるけど、もう一個乗っかってる感じするんですよね。うん、そのエロゲーだろっていう程度で終わってほしくない、うん、そうっすね、エロゲー原作多いっすよね。興味ある人は適当に買ってみてください。もう別に 俺が勧めるわけじゃないからね、はい、そう健全な配信なんで、もうダメ、すごいもう老若男女見れる配信にしたいんで、もうそれ以上のコメントはもうダメです、はい、無視。じゃあKindleで見れるのかな。あ、見れるわ、めっちゃ見れるわ、うん、俺最新刊見てないかな、まあ、一応全部買っとくか。ちょっと読むわ。エロかった。うん。エロい。うん。いいよね。やっぱ。もうちょっとやる。いい、いいね。なんか楽しみが増えた、うん、ありがとう、みんなありがとう、なんかその感謝、疲れたこの忙しさにちょうどいいよね。みんなもぜひ読んでもらいたい。この男性がどんだけこの配信見てるか分かんないけど、うん、うん、見た方がいい、どちらかというと見ないよりかは、まあ、女性の方だっていいと思うよ俺は見て、うん、なんて言うだろう、下品なんだけど
男臭くないっていうか、見れると思う全然。まあ、絵も可愛いしね。抜き出しをこのチャンネルで配信できるかどうかってなるとちょっと厳しいですよね、ずっと俺が映ってることになるかもしれない。野田で X ビデオ配信なくもないかもしれないですよね。裏野田ゲーチャンネル、エロゲーしかやらないっていう。何回かトイレ行くんでしょうね。まあその辺も考えつつね。今週の、打って変わって今週のワンピースも非常に良かったですね。